法器教は、新末、中華民国の軍人、政治家。北洋系、北京政府、法天派の軍人である。字は、帝級。祖籍は、三刀省、少年時代は、学問に励んだが、家が貧困のために学業を断念し、農業に従事した。19歳の時に、山海間に駐屯していた Y 軍の橋町の軍に、加わり、 天津武美学堂で2年間学んだ。1888年に卒業し、やはり派率いる、聖帝連軍で法大将長に就任した。1894年、派に随従して、朝鮮に入り、日清戦争では、平壌で、日本軍と戦ったが、派は戦意を喪失して逃亡してしまう。これに連座して、アワビも、免職の浮き目にあった。 1895年、遠征外が、天津商丹で、新し県陸軍を編成すると、放棄教も復帰して、武衛遊軍右翼皇帝へ蓄意師大官に就任した。アワビは有名をもって知られるようになり、王七にや団気髄からも高い評価を受けた。1902年、アワビは、北洋常備軍左鎮左翼不評、第二英艦隊に、1904年には、 北洋第一鎮、第二鏡、第四鏡党隊に任命され、さらに第二鎮第四鏡共党に昇進した。この頃、アワビは、長作林と知り合い、長の長女は、アワビの次男の言い名付けとなっている。1911年4月、アワビは、陸軍京都党の位を授与された。同年10月、武将騎議が勃発すると、第二鎮は、湖北省へ。 革命派の鎮圧に向かい、放棄教も参戦している。しかし、間もなく、アワビは、段気髄、京カツラ大、段、柴高志らによる、清しみかど大尉を促す伝聞に名を連ねた。中華民国成立後、アワビは、第二子不評第四旅旅旅,旅,旅長となった。1912年10月、陸軍少将となり、直令省に駐屯した。 翌1913年には陸軍中将区組を授与されている。7月に二次革命が勃発すると、アワビは男子馬機に随従して暗記省に出撃した。8月、武古大通司令官に任命され、さらに第三度度々調を兼ねた。しかし、暗記ととく、芸師中からは異分子として排斥され、1915年に北京陸軍工部堂々町に転任した。 同年10月、陸軍中将に昇進する。遠征外が皇帝に即位した12月に一刀男に封じられた。1916年6月の遠征外の守護は、張作林との兼ねてからの関係もあり、法規教は法天派に属するようになる。1917年7月、長の推薦もあって、アワビは国流高徳軍検証庁に任命され、 さらに陸軍上昇区組も授与されている。1918年3月、国旅行では第19混成旅を増強したため、アワビが同旅の代理旅長を兼任した。さらに、浜国鉄路、ただ主弁も兼任して、鉄道事業を主中に収めている。同年9月、張作林が東三世巡越市に任命され、東北三省を支配権に収めた。 1919年7月、暗記派の吉林特軍、毛音炎に代わって、宝器教が、諸吉林特軍となる。この時、毛は、武力で抵抗を図ったが、アワビはこれを阻止し、圧力をかけて、武士を追放した。同年8月、宝器教はただし弁東省鉄路講師ごとよろし県、東省守寺軍総司令に任命された。1920年1月、 アワビは東小鉄路を接収管理している。3月には東小鉄路のロシア軍を武装解除し、合わせて中東鉄路司令ホールワットの職務も解除する命令を下した。5月、中東鉄路の司法権を改定し、中路の改新制度を取り消した。以上により中東鉄路の主権は中国側に接収されたとの評価もある。 6月に、アワビは、孔子ごと用を辞任し、9月、憲所吉林省庁に戻った。しかし同年には、法規教と日本との間で、軍事密約や、借款計画などが明らかとなり、世論の非難にさらされてしまった。1921年3月、アワビは眼病を理由に特軍を辞任し、定位将軍を授与された。12月、張作林が支持する、両師内閣で、 陸軍総長に任命されている。1922年4月からの第一次、笹口じ戦争で法典派が敗北すると、アワビは、病と称して、陸軍総長を辞任し、東北に戻った。1924年9月、再び東小鉄路公使ただし弁事業となり、翌年9月までおよそ1年務めた。以後、張作林の大元水府顧問、 神経委員長などを歴任している。1928年6月の朝、作林爆殺事件後は、完全に、正解、軍事から引退した。1934年3月1日、北平にて病没。去年68、ありがとうございます。